ハート島はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区のロングアイランド湾の西端にあるペラム諸島に属する島である。この島は現在ニューヨーク市への共同墓地として使われている。ハート島には100万体以上の遺体が埋葬されており、21世紀の最初の10年間では年間1500件弱の埋葬が行われた。この島の公共的な利用は 1864年にアメリカ合衆国有職軍の訓練場として使用されたのに始まる。それ以来、南北戦争時の捕虜収容所、精神病院、結核療養所、大量に病死者が出た時の埋葬所、ホームレスのシェルター、少年院、刑務所、麻薬構成センターなどとして利用されてきた。他にも遊園地など、いくつかの建造物が計画されたが、 建設されなかった。冷戦時代には内気ミサイルの発射場があった。1967年まで刑務所やホームレスのセルターとして断続的に使用されていたが、人が居住できる建造物は1977年までに放棄された。長らくニューヨーク市共生局が管理していたが、2019年にニューヨーク市議会が管轄権を ニューヨーク市公園レクリエーション局に移すことを議決した。ハート島に埋葬されているのは、遺族が個別の埋葬の費用を払えなかった人や、遺体の引き取り手がいなかった人、ホームレス、貧困者などであり、また、伝染病の大流行により大量の死者が出た時の遺体の埋葬も行われている。島への上陸は、強制局によって制限されている。埋葬は、 ライカーズ島の刑務所の受刑者によって行われる。ビジュアルアーティストのメリンダ・ハントが設立した公共事前団体、ハート島プロジェクトは、島へのアクセスを改善し、埋葬記録の閲覧を容易にできるようにするための活動を行っている。2019年まで、ハート島への一般の上陸を容易にするために、管轄権を公園局に移す条例案を提案していた。 透明の由来については、1775年に、イギリスの地図制作者が島の形が、心臓に似ていることから、ハートアイランドと命名し、その後、E が取り除かれたという説など、諸説ある。1777年に描かれた地図ではすでに、この島が、ハートアイランドと書かれている。その他、18世紀後半には、リトルミネフォード島や、スペクタクル島とも呼ばれた。 校舎のスペクタクルとは、メガネのことであり、島の形をメガネに見立てたものである。この島が、狩猟地として使用されていた時に、お鹿を意味する英語の古語のハートにちなんで、名付けられたという説もある。また、ロングアイランド湾の一部が氷に覆われていた時期に、本土から移動してきた鹿にちなんで名付けられたとする説もある。ハート島は、長さが約1マイル、幅が、 最も広いところで約0.33マイルである。シティ島の東岸から0.33マイル離れたところにある。島の面積については諸説あり、ある情報源では101エーカー、別の情報源では131エーカーとしている。ハート島は市内の他の地域から離れており、電気は通じていない。唯一のアクセス手段は都線である。 1884年の海図ヨーロッパ人による植民地改善、ハート島にはインディアンのシワの遺族が住んでいた。1654年にイギリス人医師トーマス・ペルがシワの遺族から、ハート島を含む9166エーカーの土地を購入した。1669年にトーマス・ペルが亡くなり、所有権は彼の老いであるイギリスの数学者、 ジョンペルの息子さージョンペルに移った。島は1774年にイギリス陸軍軍人のオリバー・デランシーに売却された。その後、ロットマン家、ヘイトやハンター家と売却された。エリオット・ゴーンによると19世紀初頭までにハート島は人気のボクシング競技場になっていた。島で開催されたベアナックルボクシングの試合には何千人もの観客が集まった。 ハート島の公共的な利用は、1864年にアメリカ合衆国有職軍第31、不評連隊の訓練場として使用されたのに始まった。新兵は、ジョン・ロウマーという名前の蒸気船で、マンハッタンの最南端のバッテリーから島に送られた。司令官の家と新兵の弊社が建設された。兵舎には、図書館とコンサートルームがあり、一度に2000人から3000人の、 新兵を収容することができた。最終的には5万人以上の兵士がここで訓練を受けた。1864年11月、ハート島に5000人の捕虜を収容する捕虜収容所の建設が始まった。この収容所は南北戦争中の1865年に4ヶ月間使用された。この島には、 捕虜となったアメリカ連合国陸軍兵士3413人が収容されていた。このうち235人が収容所で死亡し、サイプレスヒルズ墓地に埋葬された。南北戦争の後、貧しい退役軍人たちは、島内の共同墓地とは区別された兵士の区画に埋葬された。これらの兵士の一部は1916年にウエスト、ファームズ・ソルジャーズ墓地に移され、 残りの兵士は1941年にサイプレスヒルズ墓地に移された。ハート島で最初に埋葬されたのは南北戦争における北軍兵士20人だった。1868年5月27日、ニューヨーク市は近くのハンター島も所有していたエドワード・ハンターから7万5000ドルでハート島を購入した。ニューヨーク市による埋葬は その後まもなく開始された。当時の公共墓地の面積は45エーカーであり、最初の埋葬者は1869年にルーズベルト島にあった市営病院で亡くなったルイーザ・バンスリケという24歳の女性だった。その後、この墓地はシティ・セメタリーやポッター、エス・フィールドと呼ばれるようになった。1880年、ニューヨーク・タイムズ氏は、 ブルックリンの広大なグリーンウッド墓地とマンハッタンにおける歴史的に貧しい地域であるファイブポイントを比較してこの島をファイブポイントのグリーンウッドと表現した同氏はまたハート島についてここはブラックウェル島からの松の箱が運ばれてくるところであるとブラックウェル島の市営病院から運ばれてくる遺体について研究しているハート島の共同墓地は マンハッタンにあった二つの共同墓地を置き換えた。ハート島の埋葬者数は1958年までに50万人を超えた。ハート島は1870年の大熱病の流行時に検疫所として使用された。当時、ハート島には1885年に建てられたパビリオンと呼ばれる女性用精神病院よびサナトリウムがあった。また、 ハート島には300人の学生が通う工業学校もあった。1892年の調査でニューヨーク市の精神病院が過密状態であることが判明し、ハート島の精神病院を1100床から1500床に拡張することが提案された。ハート島の五両病院19世紀後半にはブラックウェル島の刑務所と急品院の延長線上に あった少年用のワークハウスがハート島に設置された。1895年に成人男性用のワークハウスが設置され、その10年後には少年用のワークハウスが設置された。20世紀初頭までにはハート島には約2000人の飛行少年とブラックウェル刑務所から移された高齢男性囚人が収容されていた。ハート島の刑務所は拡張され、 独自のバンドやカトリックの刑務所内礼拝堂を持つようになった。1931年に6万ドルの公費で礼拝堂が着工し翌年に完成した。1924年、ジョン・ハンターはハート島の西側の4英館の土地をバルバドス出身の不動産投機家ソロモン・ライリーに売却した。その後ライリーはハート島にマンハッタンのハーレムの 主な住人である黒人たちのための遊園地を建設することを提案した。当時アフリカ系アメリカ人はニューヨーク市のプレイランドやドブスフェリーの遊園地への入場が禁止されていたため、ライリーが提案した遊園地は黒人のコニーアイランドと呼ばれた。ライリーはダンスホール、宿舎、遊歩道の建設に着手し、運営のために60席の蒸気船を購入していた。 ニューヨーク州政府は提案された遊園地が刑務所や病院に近いことに懸念を示し、ニューヨーク市は1925年に土地を差し押さえた。ライリーは後に差し押さえられた土地のために14万4千ドルを支払った。ハート島に収監されていた囚人は第二次世界大戦中にライカーズ島に移され、ハート島のかつてのワークハウスは米軍の懲戒兵舎として使用された。 ライカーズ島の刑務所はすぐに囚人で満員となったため、ニューヨーク市共生局は戦後、ハート島の刑務所としての使用を再開したが、その施設は不十分であると考えていた。1950年、ニューヨーク市財政評価委員会は、ハート島に2000人を収容できるホームレスシェルターを建設することを承認した。 このホームレスシェルターは1951年から1954年まで運営され、アルコール依存症患者の収容所としても使用された。近くのシティ島の住民はホームレスシェルターの設置に反対した。ニューヨーク市福祉局がホームレスシェルターを閉鎖した後、島の管理権が強制局に戻された。強制局は1955年にハート島に アルコール依存症治療センターを開設した。また、ホームレスに関する事件を扱う裁判所がハート島に開設された。この島には、10日から2年の短い景気に複数1200人から1800人の囚人が収監されていた。1956年、ハート島にミンマイナス3のミサイルサイロが配備された。ミサイルサイロバッテリー NY-15 は、 1956年から1961年まで、アメリカ陸軍フォートスローカム基地の一部であり、陸軍第66対空砲兵ミサイル大隊によって運用されていた。ミサイルサイロは地下にあり、大型の発電機で駆動されていた。ミサイルサイロは、デービッツ島にも設置されていた。目標を追跡して、ミサイルを誘導する統合化機関性システムは、フォートスローカムにあった。 ハート島のミサイル発射システムは1974年に閉鎖された。1959年、ハート島に既存の施設に代わる新しいワークハウスを700万ドルかけて建設することが発表された。翌年、ハート島刑務所に野球場が開場した。この野球場はクラターフィールドと命名された。この名前は1957年に閉場した。 エベッツフィールドの2200個の座席を保管し、その一部を刑務所に寄付した実業家のマービン・クラッターにちなむものである。数年間屋外に置かれていた座席は劣化しており、2000年まで様々な人や団体に寄付されていた。ハート島の刑務所は刑法の改正により1966年に閉鎖された。刑務所の閉鎖の後、ハート島に 薬物構成センターの建設が提案された。このセンターはフェニックスハウスと命名され、1967年に開場し、すぐに350人の入居者と再演を持つ居住区に成長した。フェニックスハウスではフェスティバルが開催され、1万人以上の人が集まることもあった。フェニックスハウスでハートビートというニュースレターを発行し、 シティアイランドや NBC のチームなど他の組織との野球の試合を開催していた。1977年にハート島への定期の都線が廃止され、フェニックスハウスはマンハッタンのビルに移転した。それ以降のハート島の開発の提案はすべて失敗に終わった。1972年、ニューヨーク市は住宅地にすることを検討したが、その計画は放棄された。 ニューヨーク市長の江戸コッチは、1982年に、軽犯罪で起訴された人のワークハウスを作ったが、十分な数の囚人が送られなかった。6年後、ハート島にホームレスシェルターとワークハウスを建設するという提案があったが、シティ島の住民の反対によりこの計画は放棄された。1966年の地図もともとハート島の墓地は、 島の北端と南端の45エーカーのみであり、中央部の3分の2は居住可能な場所だった。1985年には、エイズで亡くなった16人の遺体が、他の遺体がエイズで汚染されると考えられたため、既存の墓地から離れたハート島の南端に埋葬された。ニューヨーク市で最初に死亡した、小児エイズリ感謝は、ハート島で唯一、 単独の墓に埋葬されており、コンクリート製の墓石には SCB1 と刻まれている。それ以降、何千人ものエイズによる死亡者がハート島に埋葬されたが、島に埋葬されたエイズ罹患者の正確な数は不明である。ニューヨークのアーティストであるメリンダ・ハントと写真家のジョイル・スターンフェルドは、1991年から1993年に、 かけてハート島を撮影し、1998年に写真集、ハートアイランドを刊行した。ハントは、その後、ハート島に埋葬された人々の家族や友人を支援する組織、ハート島プロジェクトを1994年に設立した。ハントの別のメディア作品である2018年のドキュメンタリー1ミリオン、アメリカンドリームスでは、 ハート島の歴史を記録し、そこに埋葬された様々な人々の人生を掘り下げている。19世紀後半から20世紀初頭に遡る古い木造や石造の建造物が荒廃している地区がある。南北戦争時代の弊社はワークハウスや病院の建物が建設される前にこれらの施設として使用されていた。2010年代後半。 ハート島プロジェクトとして島歴史協会は、ハート島を国家歴史登録罪に登録する要請案を開始した。ハート島が NRHP に登録されるための4つの基準のうち3つを満たしていたことから、ニューヨーク州公園レクリエーション歴史的保存局は2016年にハート島をサイトオブヒストリカルシグニフィカンスに指定した。 ハート島は2012年のハリケーンサンディにより大きな被害を受けた。海岸線の一部が侵食され埋葬されていた多くの遺骨が露出した。これを受けて市は海岸の修復を発表した。連邦政府は2015年に海岸の修復プロジェクトに対し1320万ドルを拠出したが作業は数年遅れていた。 修復作業の開始は当初2020年とされていたが2019年8月、市は翌月から作業を開始すると発表した。同年12月、ハート島の管理はニューヨーク市公園レクリエーション局に引き継がれた。ハート島には面積が131エーカーのニューヨーク市への公共墓地がある。この公共墓地はアメリカ最大の公営墓地、世界最大級の墓地。 米国最大の集団墓地の一つなどと様々な形で表現されている。島には100万体以上の遺体が埋葬されているが、2000年代以降の埋葬者数は年間1500人以下にまで低下している。年間の埋葬者の3分の1は乳幼児と死産児で、これは1997年にニューヨーク州で児童医療保険プログラムが 全ての妊婦を対象として開始されてからは2分の1に減少した。2006年のニューヨークタイムズ紙の記事によると、その前年のハート島の公共墓地での埋葬は1419件で、そのうち成人が826件、乳児と死産児が546件、バラバラ死体が47件であった。一体は掘った溝の中に埋葬される。乳幼児は棺に入れられ、 5つの棺を積み重ね、通常はこれが20列で100体で1区画とする。大人は体型に応じた大きさの棺に入れられ、3つの棺を積み重ね、これを 2×25 の150体で1区画とする。棺の大きさは7種類あり、長さは1から7フィートである。それぞれ識別番号、年齢、民族、遺体の発見場所が記されている。 ライカーズ島刑務所の受刑者は、時給0.5ドルでハート島での遺体の埋葬を行っている。成人の遺体は、検視官事務所に保管されている DNA、写真、指紋から遺族の紹介により、遺体の身元が判明すると、掘り出され、引き渡される。2007年から2009年まで、年間で平均72件の身元判明による掘り出しがあった。 子供の遺体は滅多に放り出されない。規則では一般的に棺は25年間はそのままにして置かなければならないと規定されている。埋葬者の約半分はニューヨーク市の病院で身元が確認されて死亡した5歳未満の子供で、その母親はシティベリアルを承諾する書類に署名していた。その母親たちはこの言葉が何を意味するかを知らなかった。 埋葬された子供の他の親族は国外または州外に住んでおり、その親族は広範囲に捜索を行っていた。埋葬の記録は現在刑務所のシステム内に保管されているため、その検索はより困難になっている。幼児の埋葬の取り扱いについての調査は2009年にニューヨーク州司法長官事務所に提出された刑事告訴に対応して開始された。 ニューヨーク志向文書館のマイクロフィルムに記録された埋葬記録によると、1913年までは、身元不明者の埋葬は単一の区画で行われ、身元が特定された大人や子供は、集団簿に埋葬されていたことが示されている。埋葬後の身元判明により掘り出されることが多くなったことから、1913年には埋葬のための溝を別にするようになった。 共同墓地はバラバラ死体を処分するためにも使用され、リムズと書かれた箱に入れられている。埋葬地での儀式は1950年代以降は行われていない。かつては埋葬のための溝は遺体が十分に分解された25から50年後に再利用されていた。その後、島内の歴史的建造物を取り壊して埋葬のための新しいスペースを確保するようになった。 ライカーズ島刑務所の受刑者が棺を3段に積み上げ、これを 2×25 個で1区画とし、各区画にはコンクリートの目印が付けられている。第二次世界大戦後、セメタリーヒルとして知られていた丘の頂上に背の高い白い平和記念碑がニューヨーク市の受刑者によって1948年10月に建立された。 伝染病の病死者の埋葬1980年代には、エイズで亡くなった人々が、ハート島で、それぞれ個別に埋葬されていた。最初のエイズによる死亡者の遺体は、死体袋に入れて運ばれ、防護服を着た受刑者によって埋葬された。その後、遺体からは HIV が拡散されないことが、判明すると、死はエイズによる死亡者を集団埋葬するようになった。 2008年、インフルエンザのパンデミックに備えて、ハート島が一時的な埋葬場所に指定され、最大2万人の遺体を埋葬することができるようになった。2020年の新型コロナウイルス感染症の大流行の際、遺体収容所の容量を超えた場合の COVID-19 による死者のための一時的な埋葬場所としてハート島が指定された。これは、市内の公園を そのような目的に使用する代わりに選択されたものである。市内の自宅における死亡者は大幅に増加していたが、それらの遺体はナインティ1 9の検査を受けていない。集団埋葬の準備は2020年3月末から始まった。その翌月の初め、ロイター通信は集団埋葬のための受刑者の労働力を代替するために民間の業者が雇われ、 埋葬が始まったと報じた。作業はライカーズ等の受刑者が行っている。1977年7月下旬の放火により多くの埋葬記録が失われた。1977年以前の埋葬記録はマンハッタンの思考文書館に移された。それ以降の記録は手書きの台帳で保管されていたが、現在はデジタルデータベースに移されており、一部は オンラインで利用できるようになっている。ハート島プロジェクトは2008年に情報公開法に基づき5万件の埋葬記録の請求を行った。2008年7月にはハート島の埋葬記録から抹消された死亡場所の情報に関する訴訟がニューヨーク市政府を相手に起こされ2009年1月に和解が成立した。ハート島の埋葬者はべてが ホームレスや貧困者というわけではない。埋葬者の多くは、遺族が個別の埋葬の費用を払えなかったか、死亡後1ヶ月以内に、遺体の引き取り手が現れなかったかである。著名な埋葬者に、劇作家、映画脚本家、映画監督のレオ・ビリンスキーがいる。彼は貧困の中で孤独死し、1951年に埋葬された。小説家ドーン・パウエルは、 医学研究に使われた後の遺体の引き取りを遺言執行者が拒否したため死去の5年後の1970年にハート島に埋葬された。アカデミー賞受賞者のボビードリスコールは1968年にイーストビレッジのテネメントで遺体が発見されたが遺体の身元がすぐには判明しなかったためハート島に埋葬された。労働運動家で ソングライターのティーボーンスリムは、ハドソン側に遺体が浮いているのが発見された後、ハート島に埋葬された。ハート島の俯瞰写真。西が上。右下が、ハート島。左が、シティ島。上が、ブロンクスの本土。ハート島プロジェクトは、ハート島と、その埋葬記録へのアクセスを向上させることを目的とした非営利団体で、ニューヨークのアーティスト、 メリンダ・ハントが1994年に設立した。このプロジェクトは、公開されている埋葬記録のコピーを遺族が入手するのを支援し、墓地への訪問を提配し、ハート島に埋葬されている親族を探すのに役立つ、ウェブサイトを運営している。歴史家のトーマス・ W ・ラカーは次のように書いている。無名のメキシコ移民の死者についてのウディガスリーの歌は、 長い間反響を受けてきた歴史がある。ハントは感情的に関連した行為により、長年にわたってニューヨーク市が無名の死者を埋葬している101エーカーのハート島に眠る85万人もの貧困者の名前を公表するために調査してきた。2009年以降、ニューヨーク市はハート島の埋葬記録をハート島プロジェクトに譲渡した。このプロジェクトは、 1980年以降の埋葬記録のオンラインデータベースを維持管理している。このプロジェクトは、ハート島を月ごとに定例ですべての人に開放したり、強制局に対し埋葬記録をオンラインで公開することを義務付ける条例を制定させるなど、ハート島へのアクセスの改革につながる活動を行っている。ハート島プロジェクトでは、 GPS のデータを用いて墓溝のデジタルマッピングを行ってきた。2014年には GPS による埋葬データとストーリーテリングソフトクロックスオブアナニマティを使ったインタラクティブな地図をトラベリングクラウドミュージアムとして公開した。これは埋葬記録に記載されている人たちの公開されたストーリーを集めたものである。トラベリングクラウドミュージアムは2018年に 更新され、ドローンで収集したジョティフの画像を使って作成した地図が追加された。この地図には6万9000件近くの埋葬記録がそのまま表示され、個人を知っている人が個人のプロフィールにリンクされたストーリーや写真、墓姫へ歌、動画を追加したり、エイズによる死者を特定したりすることができるようになっている。二千十二年、ウェストチェスターコミュニティカレッジでは、 ハントの協力を得て、ハート島プロジェクトを通じて、親族の墓を発見した人々のアート展を開催した。ハート島プロジェクトはまた、イギリスの造園家アンシャロックとイアン・フィッシャーと協力して、ニューヨーク市議会と公園局にハート島の景観戦略を提示した。シャロックは、ハート島が自然層施設であるというコンセプトを提示し、都市環境における 自然層への関心の高まりを概説した。2011年10月28日、ニューヨーク市議会消防、刑事司法委員会で、オーバーサイト、クサミニング・ザ・オペレーション・オブ・ポッター、S ・フィールド・バイ・ザ・ NYC、デパートメント・オブ・カレクション・オン・ハート・アイランドと題した、公聴会が開催された。2013年、強制局に対し埋葬のデータベースと、 面会方針という二つの文書をインターネット上で公開することを義務付ける条例が可決された。2013年4月、共生局はハート島の埋葬のオンラインデータベースを公開した。このデータベースには1977年以降にハート島に埋葬された全ての人に関するデータが含まれており、6万6千件の項目で構成されている。 公園局への移管2012年4月30日、ハート島の管轄権をニューヨーク市公園レクリエーション局に移す条例案が提出された。ハート島プロジェクトは2012年9月27日の公聴会でこの条例案に賛成する証言を行ったが、条例案は可決されなかった。この条例案は2014年3月に再提出され、 2016年1月20日に校長会が開催された。公演局も、強制局もこの条例案を支持しなかったため、最終的には失敗に終わった。強制局は、ハート等の管理を、市の別の機関が行うことを望んでいたのに対し、公演局は、使用中の墓地の運営はその権限の範囲外であると、述べた。2018年、 市議会議員のイダニス・ロドリゲスらがこの条例案を再提出した。条例案を支持するにあたり、ロドリゲスはハート党の埋葬者の親族が愛する人の墓にアクセスできるようにしてほしいと述べた。2019年11月のニューヨーク市議会で、ほとんどの議員が公演局に管轄権を移すことに賛成票を投じ、条例案は可決された。翌月、ビルデブラシオ市長が、 この条例案のほか、ニューヨーク市運輸局によるハート島への渡船の運営を認める法案など3つの条例案に署名した。ハート島の船着き場ハート島へのアクセス手段は渡船のみである。ハート島都市地島のフォーダムストリートの桟橋は、ニューヨーク市共生局の管轄下にある制限区域である。島の訪問を希望する遺族は、事前に共生局に訪問を申請しなければならない。 ニューヨーク市政府は、強制局に連絡せずにハート島を訪問したい、個人のための規定を設けていない。市政府は、遺族が島を訪問した際に墓場に、片身のヒントを残していくことを許可しており、遺族が墓場訪問の予定を立てるためのオンライン及び、電話システムを維持している。その他の一般市民は、事前の予約のみで訪問することが許可されている。以前、ニューヨーク市は、 シティ島とハート島を結ぶ都線を24時間年中、無休で運行していた。昼間は45分おきに運行されていた。埋蔵される遺体も、都線で運ばれていた。1960年代には、ハート島の都線には、マイケル・コスグローブとフォーダムの2隻の船が、使用されていた。1967年には月に、約1500人が利用し、市は都線を維持するために、 年間30万ドルを費やしていた。1977年、市は、土線の高頻度運行を廃止し、1日7便にまで減便した。共生局は2000年に、島のガイド付きツアーを1回開催した。2019年に条例が成立した後、ニューヨーク市交通局が、土線の高頻度運行を行うようになった。ハート島プロジェクトとニューヨーク市民自由連盟の、 努力により、島を訪れるプロセスが改善された。また、インターフェイスフレンズ・オブ・ポッター、S ・フィールドというエキュメニズムのグループや、ピクチャー・ザ・ホームレスという別の組織も、島をより利用しやすくするための提唱を行っている。2015年7月、強制局は、新しい政策を制定し、家族5人までと、その同行者が月に1回の週末に墓参りをする。 ことを許可した。この規定に基づく最初の母産は2015年7月19日に行われた。月に2回行われる個人の母産は個人と親しい関係にあった人に限定されている。月に1回行われるハート島の見晴らし台への訪問は一般の人も利用できる。都船はシティ島の制限エリア内のドックから出港している。2017年に 市政府は1ヶ月あたりの訪問者数の上限を50人から70人に引き上げた。強制局はハート島へのアクセス制限をこれ以上緩めることに反対している。ニューヨークタイムズ紙の記事によれば強制局の関係者は次のように発言している。強制局が施設を運営している限り、我々は強制局の考え方で運営するつもりだ。ありがとうございます。